兵庫県の斉藤元彦知事をめぐっては、今年3月に県の元幹部がパワハラ疑惑などを告発。知事は当初否定していましたが、文書の内容の一部に事実があったことが判明し、百条委員会で調査が行われています。今日開かれた4回目の委員会では、疑惑に関する証人尋問の日程などが話し合われ、今月30日の尋問に知事の出頭を求めるほか、 県の職員ら10人にも出頭を求めることが決まりました10人のうち8人については非公開の秘密会にするということですまずは、えー、パワハラ関連に関する尋問をするということになっておりますがまあしっかりと冷静に事実を確認できればというふうに考えておりますまた委員会では県の職員を対象に行っているアンケートについて すでに3500人余りから回答があったことが報告されましたきの動きに斉藤知事は本件、文書に関することを含めて、どういったことが8月30日の出席の中で、質問とかされるっていうことが、これから判明しますので、それを踏まえて、しっかり対応していきたいというふうに考えています。 一方、知事の側近の1人で一連の問題の対応にあたってきた井本千明総務部長が先月30日から病欠していることが明らかに県では副知事が辞職したほか理事が体調不良で自ら降格を申し出るなど知事の側近3人が現場を離れる異例の事態になっています。